こんにちは。今日はですね、定番からちょっと外したおすすめの高級時計5選というテーマでお話ししていこうと思います。高級時計といえばこれでしょうみたいな感じで浮かぶモデルってまあおそらくあるんじゃないかなと思うんですけど、人と一緒は嫌だっていう方も多いですよね。私もまさにそんな一人です。そこで今回はあえて定番どころを外して高級時計を買うんだったらこんなモデルいいよねといった感じで5本紹介してみようと思います。もちろんですね、この5本が全てではないんですけど、何か1本でも知らなかったモデルだとか気になるモデルがあればいいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。あとはですね、コメント欄で人と違うもの好きの方に向けたおすすめの時計なんかを残しておいていただけると、私も含め時計好き同士の情報共有ができますので、ぜひコメントの方も入れてみてください。それでは早速いきましょう。まずは1本目ですね。1本目はロレックスのヨットマスターです。定番を外すと言ったのにいきなり高級時計の定番のロレックスなんですけども、もし私があえて定番を外してロレックスの時計を選ぶんであればヨットマスターですかね。狙い目は16622ですね。16622であれば年式にもよるんですけど、まだ100万円以内で購入できるっていうことと、まあヨットマスターも最近になって結構バリエーションが増えてきたんですけど、この16622のプラチナ文字盤は次の世代の116622のプラチナ文字盤とほぼ見た目同じで、あんまり古臭く見えないのがいいですよね。ブランド的には定番のロレックスなんですけど、デイトナとかサブマリーナよりは被りにくいんじゃないかなと思います。というわけでちょっと外したおすすめの高級時計の1本目はロレックスのヨットマスターでした。続いて2本目ですね。2本目はオメガのスピードマスターブロードアローです。どことなくヴィンテージな雰囲気が漂うこちらの時計なんですけど、モデル的にはオメガのド定番のスピードマスターなんですね。ただ針がですね、初代のスピードマスターに採用されていたアロー型、要はまあ矢印型の針になってるんですね。それだけで今見慣れたスピードマスターとは全然違う雰囲気で、いい感じのちょい外しじゃないかなと思います。人と違うものを求めすぎるとまあ奇抜なものだったり、あるいはもうめちゃくちゃマニアックなブランドなんかに走ってしまいがちなんですけど、これぐらいだったら手も出しやすいですよね。人とさりげなく違うのがなかなかおしゃれです。あとはですね、実は針だけではなくて中身のムーブメントも違うんですね。当時のスピードマスターはエタっていう会社のムーブメントを採用してたんですけど、このスピードマスターブロードアローにはフレデリック・ピゲっていう会社のムーブメントにオメガ特製の高アクシャルをくっつけたような、そういった機械が載っています。フレデリック・ピゲのムーブメントはバシロン・コンスタンチンのオーバーシーズとかオーデマ・ピゲのロイヤル・オークなんかに採用されていましたし、オメガとかブルガリとかカルティエの一部上位機種に積んで、まあ、差別化するみたいな、そういった感じで使われる、まあ、いわゆる高級ムーブメントですね。そういった高級なピゲムーブが載ってるので、当時の定価も普通のスピードマスターの倍近くはしたんですけど、現在の中古の相場は30万円後半ぐらいなので、同じぐらいの年代の普通のスピードマスターとそんなに変わらないですね。結構お買い得なんじゃないかなと思います。というわけでちょっと外したおすすめの高級時計の2本目はオメガのスピードマスターブロードアローでした。続いて3本目ですね。3本目はパネライのルミノールのレフトハンドモデルです。色とかで差別化しようと思うとどうしても奇抜になったりするもんなんですけど、リューズの位置での差別化だったらどうでしょうか。このルミノールのレフトハンドモデルはその名の通りで左手でリューズを巻けるように、通常の時計とはリューズの位置が左右反対なんですね。特にですね、ルミノールは大きなリューズガードもあるので、右側にリューズがあることに見慣れた我々はそれが反対になっているだけでなんか遊び心を感じますよね。これはですね、人と違うもの好きな方にとってはたまらないですね。ただですね、別に変人がつけるモデルっていうわけではなくて、もちろん左利きの人が右腕につけるのもよし、あとはまあよくこのリューズをこうガーンってぶつけてしまう人なんかも、リューズがですね、まあ、こっち側にあればぶつけることもないですよね。あとはパネライのリューズって特にまあ大きいので、こう手の甲にこう当たって痛いみたいな、そういった問題もリューズがこっちにあるレフトハンドだったら解決します。レフトハンドモデルは周りと差別化しつつ意外と使い勝手もいいんですね。一つ問題があるとすれば、右利きで、まあ、普通に左腕に時計をする方が時計をつけたままリューズ操作をするんであれば、やっぱりですね、左にリューズがあるとこんな感じになってしまうので、どうしても使いにくいですよね。普通に右にリューズがあった方が腕につけたままであれば操作しやすいです。ただですね、一度考えてみてほしいのは、普段時計を腕に巻いたままリューズ操作をしているかどうかですね。腕に巻いたまま頻繁にリューズを操作する方はさすがに使いにくいと思います。
ただ少なくとも私はリューズの操作を腕に巻いたまますることってほぼないんですね。同じような方はですね、特に何の制約もなくちょっと人と違うモデルを持つことができるので、レフトハンドモデルおすすめです。というわけで、ちょっと外したおすすめの高級時計の3本目はパネライのルミノールのレフトハンドモデルでした。ちなみにですね、ちょっとこれ自慢したいんですけど、これはつい先日買ったパネライのラジオミールですね。実は中身のムーブメントがゼニスのエリートが載ってます。もう20年近く前になるんですかね。だいたい世界で800本ぐらいですかね、販売されていました。業者の市場なんかでもなかなか見かけなくて、欲しいな欲しいなと思いながら5年ぐらい経ったんですけどね、ちょっと高かったんですけど買ってしまいました。これはもう商品じゃなくて完全に自分のプライベート用です。なかなかこだわりのモデルが買えたんじゃないかなと思っています。また今度ですね、詳しくレビュー動画なんかを撮ってみようかなと思います。はい、それでは続いて4本目ですね。4本目はタグホイヤーのグランドカレラです。私このモデル結構好きなんですけど、意外とですねお店に並べてもなかなか売れなかったりします。そんな感じなんで結構安くて狙い目です。中古の相場っていうのは新品の時の定価が高いとか安いとかっていうのはほとんど関係なくて、結局今どれだけ求められているか、要は人気の度合いで決まるんですね。で、今回のテーマ、ちょっと外す人と違うものっていうのは、まあ悪く言うと人気がないとも言えますよね。ただくれぐれもこれは別に悪口じゃなくて、私はグランドカレラ大好きなんで、今からちょっと魅力をお伝えします。グランドカレラは、まあ、その名の通りグランドなカレラなわけなんですけど、特徴がですね、秒針ですね。秒針というよりも秒プレートって言った方がしっくりくるかもしれません。これはですね、正式名称がローテーティングインジゲーターシステムと言いまして、中のプレートが回って、要はローテーティングしてインジゲーターに秒数なんかを示します。こちらのモデルはクロノグラフなので、3時1のローテーティングインジゲーターシステムは秒数を示して、9時1のローテーティングインジゲーターシステムは30分積算計になってますね。なんとなく車のスピードメーターとかタコメーターみたいでかっこいいですよね。針じゃなくてこのローテーティングインジゲーターシステムがスーッと回っていく感じはなかなか見応えもあって、まさにグランドな雰囲気です。冒頭に申し上げた通り、グランドという割に中古では結構買いやすい価格で、こちらのクロノグラフのモデルで30万円前後、あとは通常のカレラで三振に当たるシンプルなモデルはローテーティングインジゲーターシステムが一つになるんですけど、17万円前後で買えますね。割とがっしりしてて、とてもですねこの価格帯で買えちゃうような時計には見えませんので、おすすめです。というわけで、ちょっと外したおすすめの高級時計の4本目はタグホイヤーのグランドカレラでした。さて、いよいよ最後の5本目ですね。5本目はブライトニングのモンブリランです。ブライトニングといえば、まあクロノマットかナビタイマーが定番といったところですよね。なので今回はあえて定番を外してこちらのモンブリランを紹介します。で、おいおい、それも定番のナビタイマーやないかいって思いましたよね。確かにですね、めちゃくちゃよく似てて、なんかですね、ナビタイマーというモデルのうちの一つのバリエーションなのかなと思いがちなんですけど、ナビタイマーとモンブリランは明確に違うモデルなんですね。車でいうところのトヨタのボクシーとボクシーきらめきの関係ではなくて、ボクシーとエスクワイアみたいな、まあよく似てるし、正直ほとんど共通なんですけど、メーカー側が明確に社名を分けてますよね。そういった感じです。ちょっと話が逸れたんですけど、ナビタイマーとモンブリランを見分けるポイントがあって、それがですね、ズバリ真ん中の赤い丸、このデジマルメーターがあるかないかで分かっちゃいますね。ナビタイマーにはデジマルメーターがなくて、モンブリランにはあります。詳しくはですね、こちらの動画の方で実際にモンブリランを触りながら細かく解説していますので、興味のある方はぜひご覧いただければいいかなと思います。ざっくり言うとですね、モンブリランは古き良きパイロットウォッチの雰囲気をそのまま残したようなデザインなんですね。なので、まあ今日常生活でほとんど使わないだろうデジマルメーターなんかもそのまま残してあります。それに対してナビタイマーは時代に合わせて変化したモダンで洗練されたデザインといったところでしょうか。決してですね、どちらが良くてどちらが悪いっていうことじゃなくて、今回のテーマに沿って言えば定番のナビタイマーもかっこいいんだけど、ちょっと外してモンブリランもいいよねといった、そういった感じです。というわけで、ちょい外しのおすすめの高級時計の5本目はブライトニングのモンブリランでした。はい、いかがだったでしょうか。余談なんですけど、つい先日3人目の子供が生まれまして、ますますですね、撮影スペースとか時間が限られてきてるんですけど、こそこそと頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。